キリナです。今日ですね、そろそろ新しい学校生活とか新しい学級のこととかをね、考える時期になってきたかなと思うので、大学生向けにはなるかなと思うんですけど、おすすめのパソコンの選び方についてお話ししようかなと思います。でね、まあなんでこの話をするかっていうと、私が大学に入る時にパソコンをね、買うのすごい心配してるんですよ。なんでこの時期にね、お話をすることが意外と大事なのかなと思って動画を撮りました。まずそもそもの PC を買うべきか買わないべきかで悩んでる人がいるんじゃないかなと思います。結論はね、買った方がいいです。で、一応大学にもね、大体パソコンってあるんですよ。パソコンルームだったりとか、そういうパソコンを使うスペースだったりっていうのがあると思うので、パソコンがない生徒は最悪そこを使うっていうのはね、ありかなと思うんですけど、なんでおすすめしないかっていうとね、試験期間とか、レポートの期間になると、めっちゃ混むんですよ、そこ。まあ、特にね、学科によっては、どうしても学校の PC じゃないと課題ができないような学科の人たちもいるんですよ。で、そうするとなかなかレポートをやる時間とかが確保できなくて勉強に響いたりすることがあるので、まあ、そういうことのね、ないように自分の PC を持って、時間を避けるようにしておくっていうのは必要なのかなと思いました。で、まあ PC を買わない、買うだったら絶対 PC を買った方がいいと思いますよっていうところの話に戻ってくるんですけど、まあ、そうした時にね、まず生協の PC を買うのか自分の好きな PC を買うのかっていう話になると思うんだけど、これはね、以前動画で話した通り、自分で PC を見て選んだ方が失敗は少ないかなと思います。まあ、理由としては別に生協の PC 悪いと言ってるわけではないんだけれども、どこの学部でも使えるように機能がね、型になってたりとか保証期間がね、やたら長かったりするっていうのがあるので、自分のスタイルに合わせた PC をね、絶対に買った方がいいと思います。まあ、そうなってくると学部にもよるかなと思うんだけど、 Mac PC を買った方がいいのか、それとも Windows PC を買った方がいいのかっていう話になってくると思います。これは本当に人の好みだったりとか使う学科によるものだったりとかっていうのがそれこそ本当にあるので、まあ好きな PC を選ぶっていうのが一番いいのかなと思います。ただ一点注意してほしいことがあって、で、Mac PC を選んだ場合、学校のね、大体施設にあるのって、Windows だと思うんですよ。特殊な学科で Mac を使いますっていう学科があれば、多分、Mac を使うんだと思うんで、そこはちょっと学科に確認してほしいんだけど、大体の学部、Windows を使用すると思います。Windows だと、PowerPoint、Excel、Word っていうソフトが入ってるんだけど、それに対応するのが Keynote っていうソフトだったり、あと、ここちょっとわかんないんだけど、あんまり使わないから。なんか、それぞれ、こう、別の名前で対応するソフトがあるんだけど、そこの互換性がね、そんなによろしくないんですよね。なので、マイクロソフトオフィス入れておく必要が多分あると思います。で、私はね、Mac を使ってるんですけど、これはね、ちなみにオフィスを入れました。で、オフィスを入れたはいいんだけど、オフィスも実はそんなに互換性がね、微妙な部分があるんですよね。まあ、全然キーノートとか使うよりかははるかにいいんですけど、私は、理数系の学科にいたので、そうするとね、数式を入れる枠の形式が違うんだよね。なので、例えば、先生からなんか、フォーマットをもらって、そこに入力して、やりなさいみたいな風に言われた時に、うまくこう、数式が直せなかったりっていうのがあるんですよ。で、そうすると結局、学校の PC で作業しなきゃいけなかったりとか、友達の PC を借りたりとかする羽目になるので、そこはちょっと考えてほしいなと思います。ただね、 Mac は非常に使いやすい部分もね、多いんですよ。見た目もとってもシンプルで分かりやすいっていうのも一つだし、あとは iPhone を持ってる人が大体多いんじゃないかなと思うの で、 iPhone との使い勝手も非常にいいんですね。当然どっちも Apple 製品っていうのもあるので。で、最後に私が買って失敗した PC の話をしようかなと思います。なんで失敗したかっていうとね、まず持ち運びがしやすいものって考えてたんです。なので、すごい小型なものが欲しいなと思っていたのと、そんなに高くないものっていう軸で選んで買った PC だったんですね。まず何が不便だったかというとね、画面が小さすぎるんですよ。こう課題とかやってても、ちょっとやっぱりやりづらかった。で、もう一つは、小さい小型のサイズで持ち運びはすごくしやすかったんだけど、容量がね、全然ない上に、処理能力もそんなになかったんですね。こう、課題をやりながら、ネットで検索して、いろんなタブを開いた状態で、物を進めようとすると、
固まっちゃったりとか、あとフリーのソフトによっては画面のサイズで対応してないものとかがあるんですよ。で結局あんまり使わなくなっちゃいましたね。学校に入ってすぐの感覚で安くて軽いやつでいいやみたいな風に思っちゃうと、後々こういう風にね買い直さなきゃいけなくなっちゃったりとかっていうこともねあるので、皆さん気をつけてください。というわけでね、今日はこれで終わりにしようと思います。面白かったなと思ってくれたらぜひいいねをしてくれて嬉しいです。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それからツイッターもやってるんで、よかったらフォローしてください。それではバイバイ。